はいどうも、元役者でファイナンシャルプランナーの井上洋介です。今日はですね、定率受け取りっていうところは結構フローの問題、要は収入面で見た時に結構難しいよねっていうお話をしようと思います。というのもですね、4%ルールで取り崩したらお金が減らないとかっていう資金寿命、資産の財産の寿命を伸ばすという観点で多くの話がされてますが、収入という観点ではそれが成立しなかったりして、それをする場合にはですね、他に預金がないといけないっていうこともあったりするので、ちょっと図を 使いながらそのあたり解説をしていきたいと思いますでは時間がない方もおられると思うのでまずは動画のポイントを解説していきます まずですが、ポイントの1とポイント2にですね、定率受け取りと定額受け取りの違いというのを書いているんですけれども、ストックとフロー、要は財産の金額っていうところ、でフローというのは毎月の収入とかっていうところですねで。このどっちを優先しているかっていう違いがあるよっていう話で、 4%ルールとかっていう通り、資産の寿命を伸ばそうとするこの定率受け取りとか、もしくは定口とかっていうところ、このあたりはまた後でお話し,しますが、こういう定率受け取りっていうのはですね、毎月の収入ではなくて、財産っていうところが長持ちするっていうところを優先している方法なんですね。 で、一方、ポイント2にある、この定額受け取りというのは、受け取り額を固定するということなので、資産の寿命よりも、毎月確実にちゃんとお金が入ってくるっていうことを優先しているということですね。そして、これは両方ともメリット、デメリットがあるので、これは説明していきますが、ポイントの3に書いてある通りですね、受け取り額が変動する受け取り方、要は定率とかの場合はですね、バッファー資産がないと、フローが足りないというケースが発生する可能性があるので、 フローが足りないわ、要は収入が足りなくて、生活費が足りないっていうのはもう成り立たないので、そう考えるとバッファー資産っていうのは、ある程度用意していないと、それがない人っていうのは定率を選べないと、個人的に思っています。で最後にポイントの4ですが、デキュームレーションと書いてあってですね、これ資産の受け取りとかっていうところで、このあたりですね、フィンウェル研究所の野尻さんのセミナーを先日受けてですね、このあたりの話を聞いてきてですね、まだまだこれから議論が始まっているっていう段階で、 野尻さんもですね、答えっていうのがなくて、資産学とかご自身の考え方とかっていうところで、まあ、答えが変わってきて、いろんなバリエーションがあるっていうところが、この面白くも難しい世界なので、このバリエーションっていうところをいくつか今日は紹介したいと思います。 今日の動画をですね、撮ろうと思ったきっかけはですね、将来の資産を受け取るときにですね、4%ルールがとか、定期取り崩しじゃなくて、定額よりかは定率の方がいいよみたいな話をよく聞くんですね。それはですね、ほとんどの場合は資産形成世代ですね、3、40代の方が主におっしゃられていることであって、50代、60代とかの方の観点からするとですね、要は毎月の収入、要は年金で入ってくるお金だけでは足りないから、不足部分を何かで補わないといけない。でこの 沖縄金額が変動するっていうのはすごい不安材料だと思っていて、そのフローの観点っていうところが、その最近の話に抜けているなって感じていたので、今日はそれを解説しようと思ったので、この定率と定額ってどう違いがあるのかっていうところを図を使いながら、まずは解説をしていきたいと思います。 この定額と定率っていうところの違いですね。これは何を優先するのかっていうところが違うということなんですね。最初のポイントでもお話しした通り、定率というのはですね、財産の寿命を伸ばすことを最優先しているので、フローっていうところを少し我慢させるような部分がありますね。で、一方、定額というのは一定額受け取るということなので、収入である部分っていうところを優先するために、ストックっていうところの減りが早くなるという問題があります。 具体的に数字を使って説明していくと、定率というのはですね、資産額のパーセントを受け取るということなので、ストックが1000万円あるという場合に関しては、これの1%は10万円受け取れるということですが、ストックが減った時にも、このパーセンテージをかけるということは、受け取り額は5万円しかないということなので、財産にパーセンテージをかけることによって、このフローの部分ですね、受け取り額っていうのを調整することによって、ストックを多く残そうとしているわけですね。 一方で定額受け取りというのはこの受け取る金額を固定するということなのでストックが1000万円ある時というのは割り算してもらうと1%になりますがストックが減ってしまうとこの10万円というのがですね全体の5%を占めるということになるのでストックが早く減ってしまうという問題があるんですね。なのでどちらも 一長一短ではあるんですけれどもこの定率の問題というのはですね一つは最低でも毎月10万円はお金が必要だと思っている方がこれを採用する場合にですね受け取り額が減ってしまったらこの足りない金額ってどっから持ってくんのっていう話ですね。ここれをを解決するる方法ははそそもそももの母数を大きくくししてておいて多めに受け取るとかもしくは この減った部分っていうところは別で現金で用意しておくとかっていう必要があったりすると、どうしても財産額が大きくないとこの定率受け取りっていうのが実現できないんじゃないかなと思ってるんですね。なのでこの定率の受け取りと定額それぞれメリットデメリットがあるので図を使いながら説明していくので、ご自身はどっちの方がま正確的に合っているのかとかですね、財産額的にどっちの方がいいかっていうのをぜひ考えていただければと思います。 まずこの定額受け取りっていうところですね。大切なのはストックの視点とフローの視点の二つを見ることですね。で、ちなみにこの図はですね、フィンウェル研究所の野尻さんがスライドで作られていて、あの、すごいわかりやすいなと思ってですね、野尻さんにご連絡して、あの、全く同じような図で説明していいですかちょって言ったら、いいよって言ってくれたので、あの、使わせてもらってるんですけれども、どうしても若い世代はですね、このストック の部分しか見てててないっていっっうところがあってでやはり50代後半とかになってくるとやっぱり毎月の収入ですね、フローというところ、収支がどうしても大切になってくるので、この両面で見るべきだと思います。そして定額受け取りというのはですね、この毎月決まった金額を取り崩していくということですね。で将来働かなくなったら年金というのを受け取るで。年金で足りない部分をストックを取り崩して受け取っていくわけですね。この時に一定額で受け取れるということは、 毎月の収支が赤字にななることはない安心感はあるんですけれども運用している財産の場合は相場が悪くなるとですねこの評価額っていうのが下がってしまうでもそれでも一定額を受け取るということは取り崩しのペースが早くなっていくので早く資産が枯渇するリスクっていうのがあるんですねなのでご自身が生存している間ずっとストックを受け取り続けることができないリスクっていうのがありえるわけですねそれに対して定率受け取りというのはこのストックの部分はですね ここんんな感じでででやっっぱり長持ちすするるていうことができるんですねただそれはなぜかと言ったらこのストックのパーセントをフローに変えていくということなのでこの受け取り額っていうのがその時の相場環境だったりとかによって影響を受けてしまうということなんですね。なのでポイントとしては資金寿命っていう部分は伸ばせる可能性があるんですけれども受け取り額が変動するということなので例えば最低限必要な金額 を受け取れなかった場合というのは現実問題20万の生活費が必要で入ってくるお金15万しかないってなったらどうやって生活するんだって話になってくるのでこの減ってしまった部分を他で補わないといけないっていうことですねなので考えられる方法はその分ストックを多めにしておいて必要な金額は必ず受け取れるようにしておくっていうのが一つですねそしてもう一つはこんな感じでバッファー資産を用意しておいて 不足する部分っていうところをバッファー資産から引き出していくことによって賄っていくっていうのも一つの考え方ですね。 で、定率受け取りだったらですね、資産がなくならないみたいな考え方が結構定着しつつはあるんですけれども、よく言われるものとしてですね、あの言葉自体はですね、僕も先日教えてもらって、そういう言葉があるんだと思ったんですけど、収益率配列のリスクと言ってですね、要は自分が受け取りを始めた後の相場環境としてですね、前半が損をして後半に得をする相場なのか、それとも前半が いい相場で、後半が悪い相場なのかによってですね、このストックの寿命っていうのがもうだいぶ変わってくるよっていう話なんですよ。これは当然定率であれ、定額であれ、どちらでも影響を受けるんですね。で、その資金枯渇を防ぐために4%ずつ取り崩せばっていうんですけれども、最低10万必要なのに4%取り崩しても5万にしかならないっていうんだったら、そもそも生活が成り立たないっていうところがあるので、 現実的にそれは難しい人が多いんじゃないかなと思います。めちゃくちゃお金持ってて、ここが1億2億ぐらいあるっていう方は成立すると思うんですけれども、現実的にその理論を実際に採用できる方っていうのは多数ではないかなと思うので、現実的には足りない部分はバッファー資産で補うとか、少しミックスさせていく必要があると思います。 こういう話をしているとですね、結構テクニカルな手法で、いや、こうしたらいいですよっていう話が出てくるんですけれども、僕がちょくちょくお話しする通りいいですね。年を重ねるごとに、やっぱり認知機能っていうところが低下するっていうのが、ある程度動物的に仕方がない部分があるんですね。で、金融ジェロントロジーとかを見てると、認知機能っていうところは50代ぐらいがやはりピークと言われていてですね、言語能力だけは年を増すごとに能力値が上がっていくと言われているんですけれども、数字とか 計算の問題っていうのはどうしても年齢が増すごとに難易度が上がっていくと言われているので後輩になればなるほどその難しさっていうのがどうしても発生すると思っています。 これは野尻さんに聞いてもですね、やはりその問題が出てくるところになってくると、定率をやめて定額にするとかっていうのを考えた方がいいって言われていたので、こう定率か定額のどっちかじゃなくて、ミックスするっていうのも一つだし、いろんなパターンで考えないといけないっていうことなんですね。そういうこと言われると、インターネットであんま受けないと思うんですけど、現実的に50代ぐらいの方はそのあたりはリアルに考えるべきだと思います。 で、例えばですね、他の考え方としては、WPP っていうのを先週とか先々週ぐらいで僕動画で説明したと思うんですけれども、これとミックスするっていうのも一つのアイデアですね。僕はこれが一番いいんじゃないかなと思ってます。このあたりを使うのが。要は、資産っていうところを見たときに、自分が働くという人的資本っていうのも資産ですね。要は自分の体がもし生み出すお金が作れるんであれば、まずはそこを使いましょうよと。 それが難しくなってきたら、例えばですね、年金を受給せずに後ろにずらすことによって、年金額とのを増やすことができるわけですね。なので、これを後回しにして年金を増やす。で、そこの受け取りをずらしている間は、例えばバッファー資産と、 ストックを使っていく。で当然、労働収入がある間っていうのはストック使わなくていいので運用することができればお金が増える可能性っていうのもあるわけですね。で働かなくなってからお金を取り崩していく。でも後半で年金を大きくしているおかげで必要な金額の8割ぐらいを年金でカバーすることができるんであればそもそも取り崩しの額っていうのが少なくて済むってことは長生きしてもですね資金枯渇のリスクっていうところを抑えた状態をキープするかもしれないし 認知機能の低下っていうところがあってもこういう運用とかの難しいことを考えずに一定額終身で受け取れる年金っていうところを土台にしているおかげでこの辺りっていうところが残された家族の方だったりにとってもいい方法になる可能性があると思うのでこの辺り答えがないのでご自身の性格とか財産状況っていうところで当てはめて考えていくといいかなと思います。 はい。ということで、取り崩しっていうところですね。ご資産形成層が考えるこの将来の取り崩しっていうところと、まあ、直近でちょっと年金額も見えてきたっていう方が考える取り崩しっていうのはやはり見てる視点が違うと思って、しかもインターネット上とかにはあんまりそういう取り崩しを本当に考えてる人たちにとっての視点っていうのはあんまりないと思ったので、まあそういう視点でですね、取り崩しの方法っていうところ、今日に紹介した以外にもめちゃくちゃいっぱいあるんですね。例えば、あえてリスク資産を後ろに持っていって、 でもこれをするんだったらちょっと近くにアドバイザーがいて定期的にコンタクトを取って相談しないとなかなか実行っていうところが難しいっていうのもあったりするのでこの辺りがですねちょっと日本は法律的にちょっと難しさがあったりするんですけれどもこの辺りちょっとずつですね今ずっと投資といえば資産形成層っていうところにずっと国としても 意識が言ってたんですけど、ちょっとずつですね、今財産をお持ちの方でまだ投資されていない方たちっていうところにも、まあ、目を向けようみたいな流れが若干できているので、今後ちょっと増えつつあると思うんですけれども、まだまだですね、そのあたりはご自身で考えないといけないっていう時代なので、まあ、一つですね、これを参考にしていただければと思います。もしこの動画がですね、面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。あとお金のことを体系的に学べるオンラインコースも運営しているので、興味がある方は詳細欄に 案内があるのでそちらも見てくださいあとボイシーとかではより踏み込んだ話もしているので興味がある方はそれも概要欄に書いてあるのでそちらもチェックしてください最後までご覧いただきありがとうございました